それでは本日、新堀博樹先生にお越しいただきまして、新しい最新本、健康長寿の第2巻が発売されたということですので、こちらについて先生に今日はお話をしていただこうと思っております。先生、今日よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。この健康長寿第2巻なんですが、こちらどんな内容でしょうか。ね、そのタイミング驚いたですね。今ね、できてきて見てるんですよ。第2巻です。第1巻は秘訣で、健康長寿のコツをこのコンテンツ的にねお話ししました。第2巻これは本当に実現しましょう、しました、実現するにはっていう、こう実現っていうことのね、具体的に、私が体験を通してね、健康長寿を得たということの話をしてるわけです。達成、この、例えば私は今ね30代だったら達成とは言えないですよね。で、まあ目白やったら50歳だったら相当達成したよ。で今、日本の男性の平均が81ですから、これ平均ですよ、81ですから、今私85歳になりましたから平均超えてるんで、達成って言葉をね使わせていただきたいと思います。でその達成するには実際にどういうことをやってきたのかということの具体的なことですね。この達成っていうことは何か目標があって目標に達成するわけで、その目標、まあ、私はゴールと言ってますね。ゴールですから、人生のゴールは健康長寿で、好奇心を非常にこう豊かにして、そして日々その一つ一つの好奇心が解かれていく、その嬉しさ喜びを味わう旅というふうにゴールを言ってるわけです、ね。さあお金持ちじゃないのと、お金持ちって言ったらそのお金がたくさんあった方が便利かもしれないけど、年齢を重ねれば重ねるほど人間のその健康長寿と幸せ感っていうのはね、お金ではないっていうことが、まあ皆さんもねだんだん分かってきた、政治家もみんな分かりつつあるところに今21世紀はね、差し掛かっています。そうするとその幸福感っていうのはやっぱり心が穏やかで、平和心が満ちていて、そして脳がその幸福感を感じてるっていうことだと思うんですね。でそうするにはどうしたらいいかっていうこと、まあその中でやっぱりその健康っていうことが非常に幸せを感じる、とても大きな意味があります。そして、長寿になればなるほど、年を重ねれば重ねるほどそのことは大事だっていうことですね。ですからまず2巻のこの冒頭はその脳が喜ぶことはどういうことか、幸せ感っていうのはどういうことなのか、人生っていうのはどういうことなのか、もう一度ねちゃんとこう振り返ってねお話ししております。でそしてその次にはですね、やっぱり具体的に達成、していきました。まあ、その中で、お医者様たちや科学者がこういう数値は、健康と言えるっていう数字ありますね。でその数字をこう超えたり届かないと、健康度が下がってきたっていうのはありますね。 ですから当然その身体の、バランスを取るっていうかな、健康をやる具体的に、まあ、例えばね私で言うならば30歳代の時に92キロあったのを40そこそこでは、30キロ落として今のこの59キロ、ね、35年も保ってるわけですよ。ですからその具体的にどうやって保ってきたのか、でその中に、例えば、アロマテラピーとかね、まあ、俗に言うと肩が疲れたからマッサージするよとかね、いろいろあるじゃないですか。気分転換に水泳したら気持ちよかったとかね、旅に出たらば、普段の疲れが取れたとか、いろいろありますね。ですけど私が実際に、体重とか
体の内部のことですね、健康へ向かうためにはどういうふうになってらっしゃならないかというかなり高齢に なってきてからの具体的な成功例ですね。失敗例もたまに話します。ですからほとんどどういうふうにお風呂に入ったらいいか、どういうふうにアロマテラピーを受けたらいいか、どういうふうにサウナに入ったらいいか、何時頃寝たらいいか、食べるのはどうしたらいいかって、これ具体的なことですよ。ですから2週はそういうふうにこの実現するために具体的にマッサージを受けるのはこういうふうに受けたらよかったとかね、音楽をどういう音楽をどういう時にどう聞いたらばとても脳が喜んだ、体が気持ちよくなった、でこういったちょっと失敗しちゃったとかね、いろいろあるじゃないですか。そういう非常にこう店の名前まで出してね、この店では僕のような体でこういうとこが凝った時にはこういうやり方して、これ全然ダメだったけどこの人のこのやり方うんと効いたとかね。ですからちょっとエコひいき的に なって偏るかもしれませんが、私がこう体験したお店、まあ、外国もありますけど、まあ、ほとんど日本の、皆さんがちょっと電話かけてみようかなって思うようなところもね、具体的に全部挙げました。ですから、お店のほとんど OK 取ってますから私のこれを読んで、あ、私もこういうふうにやったらば、うんと健康度が上がるかもしれないっていうのを気がついたのはこの2週の本で具体的に、メールしたりね、電話かけていただいていいです。まあ、むしろお店は喜びますよというようなことがね書いてあります。でその結果ですね、最終的なことなんだけど、よくね新堀先生は例外だって言うんですよ。いろんなこと全て例外、違うんですよ。そのむしろ逆なんです。私はずっと一人で音楽やってんじゃなくて、とても普通のギタリストよりも多くチームでやってきてます。ですから私が85歳に達した時に私のすぐ後ろを歩いてる人たちはどうなってるか、これみんな死んじゃったったら、僕はやっぱり例外ってことになりますね。ですからこの2週ではですね、そのニボリグループ全体がですね奇跡のような健康状態なんです。もう私と同じなんですもうまずがんにかからない、もうあのがんのねもう全ての原因は、やっぱりストレスになるみたいですね。でこのストレスってまた一口で言っちゃうと、随分ややこしいですよ。それが分かってきた。要するに人によってこれはストレスと感じるのもあれば、人によってはむしろストレスにならないっていうのもあるんですね。だから同じ人でもこういう時にはそれはストレスにならない。例えばですね、ものすごい私自身のことなんですけど、鉄道模型に私興味があるんですよ、まあ、小さい時からね。そうすると鉄道模型の工房に入って細かいピンセットでもうハンダ付けをやったり作業しますね。時計の針がものすごい勢いで過ぎていくわけですよね普通誰が考えても仕事で相当目を使ったりね、神経を使ったりしてるのに、また趣味でねさらにまた細かいことって言うかもしれないけれど、あの鉄道模型の工房から出た時は体も爽やかだし脳も爽やかなんです。これ負け惜しんでも何でもない、本当にそうなんです。で一見こうなんとかな工房でじーっとやってるみたいに思うかもしれませんが、いろいろもう事件起きるわけです。もう電車が脱線して飛んでいく、その工房でやってたらこっちが失敗したんで、目体ものすごく動かしてるんですね。だから確かにじっとしてるっていうのとはちょっと違うかもしれないけれど、大きく見た場合に、仕事で神経使ってるのにまたそんなことやって、で私もねそうだ、体休めなくちゃなんないから早く寝なくちゃって、そのね人間にはリズムがあるんですね。妙に早く寝るとリズム壊しちゃって、かえって、夜中起きたりしてね不健康になったこともありますというようなことね書いてあるんです。失敗もね、ね、眠るって言ったってどうすればいいのか、そういうその具体的に、夢を実現するためにね、なことを、そして最終的に僕のチームみんながすごく
健康長寿の新記録を今爆心中であるっていうそんな話です。ありがとうございます。これまさにこの本通りにやればみんな健康長寿になれるという、ね、でなってるっていうことなってるということです ね。それ で疑わしい人は来てください。すみこの2つのビルを見に、そして受付の、人から第一線で指揮している人から下働きやってる人全部ね、ちょっとニボリタに来て見ていただきたい。どのくらいみんな若くて元気か、うん、ではですね、この第2巻ですが、先生どんな人に読んでほしいと思ったんでしょうか。一番読んでもらいたい人はね、合奏団員なんです。どうしてかというと、実は合奏団員の人は本当に幸運で今その合奏団に入ってるんですよ。もちろん自分が大好きだよね。だけどいろんな条件が重なる、時間的なことも精神的なことも、そういう時にお金的なこともから、いい先生についた運も、それから自分のものの考え方も、人生らもうまいリズムで、あなたは意識してないかもしれないけど、私たちのアマチュアのオーケストラから、まあ、プロのオーケストラまでね、これものすごい数いまして、もうおそらくね世界一だと思いますけどね。そのまず合奏団員の人にまず読んでもらいたい。それなぜかというと、今言ったようにものすごくいろんなことが偶然が重なって成功してるのがうちの合奏団員なんですよ。ですからうっかりするとその価値とかチャンスとかっていうのを忘れちゃう場合があります。そしてなんかひょっとした感じでものすごく大事なことを簡単にポッてやめちゃったりね、する人がいます。だからこの本を読んでいただくと、もう人類というものがもう紀元前から不老長寿の夢を追い続けてるわけですよね、王様もね。でその不老長寿を続けている中に音楽というものがものすごい大きな力を出してる、大きなチャンスを与えてるっていうことなんですね。でそれを具体的に書いてあります。ですからまず合奏団員がこれから、途中でねなんかやめてしまいたいと思うこと何回もあるかもしれないけれど、ぜひこの本を読んでみて、今自分はすごいチャンスでもって、健康長寿してギターのオーケストラの中でのびのびと脳を楽しませているっていうことの自覚ですね。ですから1合奏団員なんですよ、生徒さんなんです、ね、その理想の道を知ってか知るのか半分歩んでるんですよ。ですからその後の残りの半分をこの本を読んで、とてもいい道を自分が歩んでるっていう自覚をねしてもらいたいですね。でこれ1、2は神奈川県の黒岩知事もおっしゃってるんですけどね、病気になって病名がついてますよね、それから病気全然なってない、ところがこの病名がこのまま進むとつけられてしまうというところの位置にねいる人、未病、まだ病気病名が、ついてないけれどもほとんどあまり健康でない、こういう人が非常に多く増えてるんですね。ですからこの本の2番目には、自分の健康というものをもっとちゃんと理論的に、歴史的に、科学的に、医学的に、最近のこの音楽療法的ミュージックセラピー的に思ってもらいたいんですね。まあ、一つで言うと、未病のをなくす、それから自分の健康度を上げたいっていう人はね、もうぜひ何度も読んでいただきたいと思います。これは実話集ですからと思うっていう文はもうほとんどありません。どうでした、どうです、です。ですから2番目には、合奏団員の次には2番目には、そういう未病の大勢の人、みんなこれから年取るわけですから、そういう人に読んでもらって、自分の幸せな人生設計をねしていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは第2巻、非常におそらく皆さん興味深い形で今気になっていると思うんですが、
じゃあ少し早いかもしれませんが第3巻というのもあると聞いてるんですが、はい、どのような内容になりそうでしょうか。これはもうね、私が84歳85歳で初めて分かったことがたくさんある。で、初めてっていうことは初めての体験のことじゃないですよ。むしろ僕がもう大失敗して死んじゃってるなら、まあ、この時間はないんですが、僕は少なくとも85歳、しかも30代よりも健康で達してるわけです。30代よりも健康、それは疾患が10ぐらいあったのが今2個ぐらいですから、ですからアンチエイジングを通り越して若返ることを実際にやってるんですね。で、うちの連中ももう昔の映像よりも全然今の映像の方が若々しい人いくらでもいます。もう喋り方から姿勢から何かね。ですから年を重ねた分のそのいろんな肉体的な疲れなんかありますよ。だけどそれを超えて伸び伸びと健康を楽しむことができている人がこういっぱいいるわけですよ。ですからその三冠っていうのはみんな若い、特に若い人は41歳の人はね42歳歩いたことないんですよね。で50歳の人はね60歳の道を歩いてないんだから想像するしかない。ちょっと僕は85でしょと、今皆さん これご覧になってる人ね、85より上の人いますよ、いますけど非常にも少ない世界だから、三冠は85歳でなければわからないこと、85歳 でいろんな分かったこと、それをね書きました。ですから項目などはね、例えばお風呂の入り方、朝の起き方、午前中の時間の使い方、サウナの入り方、何一つ20代の人とね50代の人と同じじゃないです。時間だけの問題じゃない。もう時間を年を重ねるしたもってサウナ入りすぎないようにした方がいいに決まってますよね。だけど具体的にねどういう時にどういうふうに入ると85歳では入りすぎの疲れとかねやりすぎとか危険とかをね回避できるかっていうことなどなんですよ。ですから中高年の人は絶対に少し遅いですからもう真っ先に三章を読んでいただきたいんです。そうするとね、まあ、例えばねジョギングの、僕はジョギングは、幼い頃から走るの大好きですよ。だけど年を重ねるに従ってもう時間もないし、その分かってきたことがあるんです。最近のお医者さんも同じこと言ってますが、もう85歳になったらねもう心臓に猛烈な負担かけてね、あんな激しいねものやりすぎていけないです。だからもうジムでも、のやり方でも機械そのものでも、もうお風呂の入り方でも散歩の仕方でも全然85歳は違うわけ。そこを書きます、書いています中高年ね、高齢者のための、健康法、幸せ法が第3週であります。ありがとうございます。これはもう第3週も非常に楽しみな内容になっておりますので、ぜひ視聴者の皆さんも楽しみにお待ちいただければと思います。では最後に視聴者の皆様でメッセージをお願いします。視聴者の皆さん、あなたは今何歳ですか。このねどうもね自分の実際の年にねこだわりすぎてるのかな、そうじゃないな、そうなん、要するになあなたは16歳だからこうだとかね、あなたは20歳になったんだからこうだとか、それはありますよね。もう30を過ぎたんだから女性はどうとかね、40過ぎたらどうとかってあるわけ。もう50になったからあなたのポジションをもう部下に譲ったらとかね、もうちょっと前までは、まあ、今でもあれかな、58歳そこら辺でねもう、会社クビっていうのはもう58歳になったらね、その若い連中よりもその機敏に仕事はできないと頭から思ってるんです。とんでもないんですよ。じゃあ式のこと、式では別だって、そうじゃないですよね。式は猛烈に普通のもしかしたらサラリーマンよりも足腰使うかもしれないですよ。もう全力でやるわけですよね。そうしたらばもう
50歳になったらね、あちこちが弱って式どころじゃないと、ね、散歩でもしたりジムでも行って鍛えるっていうか、そこなんですよ。鍛えすぎたらダメなんですよ。非常にこれ大事なことです。でもその科学の世界でも人間の体の新陳代謝から構造で、どういうふうにしたらば若々しくいられるか、まあ、例えばね、具体的に言うとそのエネルギーの働きについてね、解凍っていう部分とね、ミトコンドリアっていう部分があるんです。で、解凍っていう部分は危険に対するね、なんとか能力ですね。それはもう若い時には危険がパッね、だけど危険というものをしょっちゅう感じてると、もう体はね、若々しくね、保てなくなる、ある年齢からね。ミトコンドリアってのは逆になるべく体を休めて、なるべく体を持たせるようにしよう。もうちょっと違う言い方するとね、酸性っていうのは体を土へ返そうとする力、アルカリっていうのは生かしていこうと。これね、両方とも世の中には必要なんです。解凍とミトコンドリアもそうなんですよ。そのアスリートがもう0コマ何秒争って、もう人間の限界を超えて体を鍛えますね。そうじゃなければあんな新記録は生まれないわけでしょうね。だけどじゃあもしそれを永久にはできないでしょうね。もう特にお相撲さんであったって、野球選手だってね、もう60歳は絶対というほどないね。どんなに長くやったって50代やっと達した人が一人いるかいないとかって話ですね。ところがね、僕は自分の映像をずっと見てきました。そしたらね、40歳50歳の映像と70歳80歳の映像全然違う。どっちがいいか、もちろん78歳のいいんです。無駄な動きはないし、細かい合図もできてるし、で体だって、こう決まってるわけですよ。ですから職業の差はあるんだけれど、本当に自分の健康のこと考えたら、その人の生き様の年っていうのがあるわけです。だからもう50歳で限界達しちゃう人も、それは人間だからいると思いますよね。だけどうちにはもう50歳過ぎてからの方が全然式でも、それから気配りでも、それから仕事の能率でもね、非常に高い。まあ、一つの例は、僕は午前中に命をかけてます。大げさに言うと、もう僕のキャリアになるといろんな仕事をやってます。でも僕の上にはいないんだから、もう何か新しいことが起こったらみんな僕はやらざるを得ないでしょね。ですから大昔のニボリタ音楽院っていうのから始まってね、こうやって本を書くっていう仕事から、もちろん式の仕事から、教室を作るための不動産のことまで知識体験がなくちゃいけないでしょ。そうするともう普通の40代や50代の人の4倍も5倍も6倍も多彩な仕事を、ものすごい短い時間で全部処理しなくちゃいけない。だからこの機械的な これはこの人にお願いしよう。だから何か言いますよ。だからもちろん僕はそうやって人を作りましたから、何も大勢の人が僕を支えてるから同時にできるとか、それまでなんですけれど、トータルで言ったらね、文章を書くんだってね、相当もう若い人の何倍も能率よくできます。ですからもう読者の皆さんはね、お正月が来たら一つ年取ったって思うんじゃなくて、それはちょっと棚に上げといて、自分の生き様の年齢、あ、俺はあれだな、去年の方が年取ってたな、今年の方が全然、もう去年は半分なんかもう病気だったな、未病だったな、今年はもうね、いろんなことやって体これだけ元気になったって言ったら、年を例えば37だったら33に戻せばいいという考え方ね。ですからこの3冊の本を参考にしていただいて、自分の年見つけで、その見つけたらば電気自動車じゃないけれど、その距離を伸ばす工夫をしていただきたいと思います。ありがとうございました。本日は二本博先生に健康長寿本第2巻健康長寿の実現についてお話をいただきました。先生どうもありがとうございました。